アンドレ・エメルネ・マッソンは、フランスの画家。アンドレ・マッソン、あるいは単に、マッソンと表記される。シュルレアリスム運動に参加した画家の一人。フランスのオワーズ県南部にあるバラグニー・シュール・セランに生まれ、ベルギーで育った。そのため、パリとブリュッセルで美術の教育を受けた。第一次世界大戦で兵士として参加し、重傷を負った。マッソンの初期の作品には、 キュビスムの影響が見て取れる。後にマッソンは、こういうのあったミシェル・レリスラとシュルレアリスム運動に参加し、オートマティスムの手法などを取り入れた作品を制作した。マッソンは時々、自らにストレスを犯した状態で作品を手掛けたが、そのような状態に自らを置くことで、理性などから解放され、より無意識的な意志を表現できると考えたためである。 1926年頃から、マッソンは作品に砂を取り入れ、図形を主体にした作品を制作するようになった。しかし1920年代の終わり頃には、シュルレアリスム運動を離れ、より画面構成を重視するスタイルを取り始め、作品のテーマにも、暴力的なものやエロティックなものが取り入れられた。また、スペイン内戦に触発された作品も多く残している。 1940年代に第二次世界大戦が本格化すると、ナチスドイツの影響下にあったビシー政権の下で、マッソンの作品は大敗芸術とみなされ、非難の対象となった。しかし、マルセイユのバリアンフライの援助により、マッソンはマルティニークからアメリカに渡り、ナチスの迫害から逃れることができた。しかし渡航先のニューヨークでは、マッソンが持ち込んだ。 自身のエロティックな絵画が税関当局によって発見された。それらはポルノグラフとみなされたため当局によって作者の前で引き裂かれた。マッソンはコネチカット州のニュープレストンに住み、そこでジャクソン・ポロックなどの抽象表現主義の作品に触れた。終戦を迎えるとマッソンはフランスに戻りエクス・アン・プロバンスに移住、そこで風景画などを多く残した。 1987年、パリで死去。同じく画家のリリー・マッソンは娘、指揮者、作曲家のディエゴ・マッソンは息子である。また、議定に、哲学者、精神分析家のジャック・ラカンがいる。ありがとうございます。